のヒロニー、ジャスティスターです。お願いします。はい、本日のゲーム、声かけ対決。声かけね。ということで、2023年になりましたが、はい、我々もう YouTube 始めて、ちょうど9ヶ月目ぐらいですかね。そうだよね。最初の1ヶ月とかは、全然登録者1000人もいかないときに声かけ行ってたじゃないですか。了解でした。で、今回、まあ2023年ということで、また新年、底辺時代の気持ちも忘れずに声かけをしようということなんですけど、今回はですね、ちょっと一味違った対決でいきたいと思います。本日の対決の内容はですね、はい、ただのイケメン VS 銀の盾持ってキモいやつの声かけ勝負。キモいやつか。そういう感じで、はい、今回は僕が、まあちょっと僭越ながら、まあ、イケメンと名乗らせてもらいます、ここでは。はい。VS ですね。はい。今回お二人には、服もチェンジ、あとカツラも被ってもらって、はい、キモい感じの。まあ、僭越ながらね。僭越ながら、キモい方やらせてもらいますよ。そうです。という感じで、キモい感じの状態で、声かけするんですけど、はい、それじゃあ、もう勝っちゃうじゃん。あなた方二人には、もう最強の武器、はい、銀の盾をあげます。それすなわち10万を超えているわけです。そうです。勝ったな、これは。そう、だけど遠くから見てても俺は分かんない。あ、多分人がいるな。二人は変なキモやつがいるのは分かるけど、銀の盾は持ってるから、だからもうイケメンのオーラの輝きが銀の盾だった。そう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 、どっちが強いか、どっち行く。二人だったら、だからめっちゃ可愛い子か、銀の盾持ってるちょっと変な おじさんとか。え、でもおじさんか。女の子ですよ、何が。おじさん、おじさん。男目線で言うと、そういうなんかちょっとキモい方がちょっと興味ある。あー、逆に。キモいって銀の盾で、え、この人たち何してんだろうって。そうですね。え、じゃあ俺で普通に真っ先橋本環奈。いや、普通に真っ先橋本環奈。後半、あの結果のあれ次第では二人が逆に、あれじゃん、着替えてカツラも取って、逆にだもイケメンの2人として、そっちもありなの、急に俺のことを動かす可能性もあります。あ、はいか。という感じで、はい、早速いっちゃいますか。じゃあ、はい、いきますよ。じゃあいきますよ。それでは2枚へレッツゴー。はい、ということで駅に着きました。ということで早速2人がいないので、今からちょっと呼んでいきたいと思います。じゃあヤシ君の動きどうぞ。はい、今回はこの僕とこの2人のチームで分かれてですね、やっていきたいと思います。どうですか、自信は。こういざなってみて。いや、もうね、いや、こいつらいたら声かけるでしょ。こいつらいたら声かけるもう目線が違うもん、女子高生からね。ちなみに、これが銀の盾。銀の盾ですよ。これ持ってれば全然違う可能性あるから、うん、まあ、頑張りましょう。はい、じゃあ早速行ってきましょう。はい、そんな子がいるんで、ちょっと待ってみたい。え、知ってくれてる？本当？写真とか撮る？いいよ、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 撮ろう。行きますよ。はい、チーズ。ありがとうございます。ありがとう。はい、ということで、これが僕の力ですよ。まあ、あいつら、まあ、ちょっとずつ声かけてますけど、あんな変なやつら銀の盾持ってたとしても負けないんで、どんどん行きたいと思います。自分たち YouTube をやってるんで、え、知ってますか。え、この顔見たことあります、はい、え、ちなみに名前とかって、なんか見たことあるんですけど、ジャスティスターっていう名前やってるんですけど、知ってますか。はい、知ってます。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 知ってたって。ありがとうございます。ちなみにチャンネル登録とかって知ってますか。知ってます。知ってます。ありがたい。嬉しい。ありがとうございます。そう、 YouTube やってるんですけど、一応知ってるんですけど、自分たちのことは知らないですよね。一応どうして順番にこうやってジャスティスターって名前やってるんですけど、昨日やりますよ。すいません、 YouTube やってるんですけど、一応銀の盾持ってて。あ、本当ですよ。あはははは、やった。銀の盾ならず。本当ですよ。銀の盾ならずでしょ。サインキャラさん。おー、ぜひぜひぜひ。ありがとうございます。いいね。あ、本当に。ありがとう。ありがとう。よし、写真も撮ろう、どうせなら。いや、俺もついてる。はい。なんかさ、あっちさ、なんか見て、ライク、ライク映して。どう？あっち、ちょっと、なんかね。あ、なんかだった俺らもね、囲まれたかったよね。
真撮られてどうなってんの、これどうなってんの、どうですか今、どんな感じですか、はい、もうね、手応えしかない、かなりポイントかなりポイントこれで、ね、見向きもされないんです、まあ、それはそうです、でもやっぱりこの格好だからちょっとチラ見をしてくる、まあさすがね、そのタイミングで、そのタイミングでこうやって出すといいですか、おお、ちょっと傷ついたんですけど、はい、女の子2人組に声かけたんですよ、うん、ガチで気を取ってて、俺も声かけたら本当にあの不審者と同じ目で、全然ありますよ、だけど銀の盾見せたら、いや銀の盾は強いよ、やっぱ見せるよ、これちゃんと見せていかないとダメですよ、すみません、あの YouTube で今声かけやってるんですけど、よかったらジャスティスターっていうチームあの知ってるんですか、はいはい、え嬉しい、まだチャンネル登録はしてないって感じで、はい、よかったら TikTok もフォローお願いしたいのと、はい、YouTube もちょっと貪欲なんで、あ、今しました、あ、本当ですか、ありがとうございます、めちゃめちゃことあるな、本当に嬉しい、本当にありがとうございます、来年に100万行ってるんで、はい、今20万ぐらいなんで、ぜひお願いします、ありがとうございます、ありがとう、YouTube 攻撃やってるんですけど、ジャスティスターとチームやってるんで、よかったら検索だけの、ありがとうございます、ありがとうございます、こういうこともあるよね、これが普通、みんなさん、これが普通です、振られて当然、当たったらホームランって感じなんで、ジャスティスターというチームなんで、よかった、本当にありがとう、イケメン、イケメン、ありがとうございます、すいません、あの、YouTube やってるんですけど、僕たちのこと見たことないですか、ないですか、一応、こちら、おいしい、1万人ぐらいいるんですけど。ジャスティスターって名前で言ってるんですけど、ショートとかで見たことないです、まあ、この格好じゃないですよね、撮影よかったらチャンネル登録お願いします、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、強いですね、強いです、今のは、うん、もう確実に銀の盾で目を引いてました、ね、はい、これは見たかったよね、おーってなってたんで、うん、はい、YouTube やってるんですよ、あ、そういうのは大丈夫です、いやー、これを隠してたらダメなのかやっぱ、 そこをダメなんですけどで、あ、YouTube やってるんですけどで、それはね、ちゃんとしっかり見せていけたら、やっぱりこっからボーナスチャンス、え、カツラ取っていきましょう、でも俺一回行くよ、一回行くよ、ラスト一組で先に声かけ成功した方、あ、勝ちにしよう、そうだね、もうそうしよう、ラストに、よし、行きましょう、 YouTube の声かけやってるんですけど、ジャスティスターっていうチーム、あのさっき向こうで話しかけられて、ちょうどフォローして、調べたら見たことある、あ、ほんと嬉しい、あ、でもしたった、はい、あ、そっか、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう、残念、あいつらやりやがる、いいことですよ、もちろんいいことですけど、これは勝負ですからね、もうそろそろ最後勝ちたいんだな、勝ってるかなって感じで、そうですね、結構人が増えてきたの、ただでさえ緑の服着てるから、もうそうです、もうね、銀の盾と緑で、はい、最強です、ここ盾です、ここ盾、矛盾じゃねえか、行きます、 YouTube やってるんですけど、僕たちのこと知ったりしますか、知らないです、一応ジャスティスターっていう名前でショートとか結構上げて、聞いたことあります、お、ありがとうございます、ありがとうございます、相手より早いのか分かんないけどね、決まりましたよ、これは、これ行っちゃいます、行っちゃいましょう、え、なんかこっち来たぞ、なんか来たぞ、何だね、はい、え、はい、どうですか、タイゴ、はい、一組の方、聞いたことある、聞いたことある、うー、はい、で、登録してくれた、登録してくれました、ありがとう、ありがとうございます、ということで、はい、負けですか、まあ、ライフだね、勝ちでいいの、ちなみに、さっきそこにいた女の子たち2人に声かけちゃいました、あの、すでに2人によって登録してますこっちも強いんですよ、こっちも強いんですよ、勝負には負けたんですけど、逆に僕がこの銀の盾を持ってれば鬼に金棒じゃないかということで、ちょっとこれで待っていきたいと思います、これ捨てていい最後まで動画を見てくれてありがとう、変な格好をしてたのに立ち止まってくれた人も本当にありがとうございます、やっぱり銀の盾はすごい効果でした、それでは次回の動画でバイバーイ。